桜の森のの森満開の下坂口安吾桜の花が咲くと人々は酒をぶら下げたり団子を食べて花の下を歩いて絶景だの春爛漫だのと浮かれて陽気になりますがこれは嘘ですなぜ嘘かと申しますと 桜の花の下へ人が寄り集まって酔っ払ってゲロを吐いて喧嘩してこれは江戸時代からの話で大昔は桜の花の下は恐ろしいと思っても絶景だなどとは誰も思いませんでした近頃は桜の花の下といえば人間が寄り集まって酒を飲んで喧嘩していますから陽気で賑やかだと思い込んでいますが 桜の花の下から人間を取り去ると恐ろしい景色になりますので能にも去る母親が愛珠を一さらいにさらわれて子供を探して発狂して桜の花の満開の林の下へ来かかり見渡す花びらの陰に子供の幻を描いて狂い地にして花びらに埋まってしまうという話もあり桜の林の花の下に 人の姿がなければば恐ろしいばかりです昔鈴鹿峠にも旅人が桜の森の花の下を通らなければならないような道になっていました花の咲かない頃はよろしいのですが花の季節になると旅人はみんな森の花の下で気が変になりました できるだけ早く花の下から逃げようと思って青い木や枯れ木のある方へ一目散に走り出したものです一人だとまだ良いのでなぜかというと花の下を一目散に逃げて当たり前の木の下へ来るとほっとしてやれやれと思って済むからですが二人連れは都合が悪いなぜなら 人間の足の速さは各人各用で一人が遅れますからおい待ってくれ後ろから必死に叫んでもみんな気違いで友達を捨てて走りますそれで鈴鹿峠の桜の森の花の下を通過した途端に今まで仲の良かった旅人が仲が悪くなり相手の友情を信用しなくなります そんなことから旅人も自然に桜の森の下を通らないでわざわざ遠回りの別の山道を歩くようになりやがて桜の森は街道を外れて人の子一人通らない山の静寂へ取り残されてしまいましたそうなって何年か後にこの山に一人の山賊が住み始めましたが この山賊は随分むごたらしい男で街道へ出て情け容赦なく着物をはぎ人の命も絶ちましたがこんな男でも桜の森の花の下へ来るとやっぱり恐ろしくなって気が変になりましたそこで山賊はそれ以来花が嫌いで花というものは恐ろしいものだななんだか嫌なものだ そういうふうに腹の中ではつぶやいていました鼻の下では風がないのにゴーゴー風が鳴っているような気がしましたそのくせ風がちっともなく一つも物音がありません自分の姿と足音ばかりでそれがひっそり冷たい そししてて動かないい風の中に包まれていまれた。花びらがポソポソ散るように魂が散って命がだんだん衰えていくように思われますそれで目をつぶって何か叫んで逃げたくなりますが目をつぶると桜の木にぶつかるので目をつぶるわけにもいきませんから一層気違いになるのでした けれども山賊は落ち着いた男で後悔ということを知らない男ですからこれはおかしいと考えたのです一つ来年考えてやろうそう思いました今年は考える気がしなかったのですそして来年花が咲いたらその時じっくり考えようと思いました毎年そう考えて ももう十何年も経ち、今年もまた来年になったら考えてやろうと思ってまた年が暮れてしまいましたそう考えているうちに初めは一人だった女房がもう七人にもなり八人目の女房をまた街道から女の亭主の着物と一緒にさらってきました女の亭主は殺してきました 山賊は女の亭主を殺す時からどうも変だと思っていました。いつもと勝手が違うのです。どこということは分からぬけれども、へんてこで。けれども彼の心は物にこだわることになれませんので、その時も格別深く心に留めませんでした。山賊は 初めは男を殺す気はなかったので、身ぐるみ脱がせて、いつもするように、とっととうせろと蹴飛ばしてやるつもりでしたが、女が美しすぎたので、ふと男を切り捨てていました。彼自身に思いがけない出来事であったばかりでなく、女にとっても思いがけない出来事だった印に、山賊が振り向くと、 女は腰を抜かして彼の顔をぼんやり見つめました「今日からお前は俺の女房だ」と言うと女はうなずきました手を取って女を引き起こすと女は「歩けないからおぶっておくれ」と言います山賊は承知承知と女を軽々と背負って歩きましたが険しい上り坂へ来て ここは危ないから降りて歩いてもらおうと言っても女はしがみついていやいや嫌よと言っておりませんお前のような山男が苦しがるほどの坂道をどうして私が歩けるもんか考えてごらんよそうかそうかよしよしと男は疲れて苦しくても高機嫌でした でも、一度だけ降りておくれ。わしは強いのだから、苦しくて一休みしたいというわけじゃないぜ。目の玉が頭の後ろ側にあるというわけのものじゃないから、さっきからお前さんをおぶっていても、なんとなくもどかしくて仕方がないんだよ。一度だけ下へ降りて、かわいい顔を拝ませてもらいたいものだ。いやよ、いやよ。と、また女は。 やけに首ったまにしがみつきました私はこんな寂しいところに一時もじっとしていられないよお前のうちのあるところまで一時も休まず急いでおくれさもないと私はお前の女房になってやらないよ私にこんな寂しい思いをさせるなら私は舌を噛んで死んでしまうからよしよし分かった お前の頼みは何でも聞いてやろう山賊はこの美しい女房を相手に未来の楽しみを考えて解けるような幸福を感じました彼は威張り返って肩を張って前の山後ろの山右の山左の山ぐるりと一回転して女に見せて「これだけの山という山がみんな俺のものなんだぜ」 と言いましたが女はそんなことには点で取り合いません彼は意外にまた残念で「いいかいお前の目に見える山という山木という木谷という谷その谷から湧く雲までみんな俺のものなんだぜ」「早く歩いておくれ私はこんな岩昆布だらけの崖の下にいたくないんだから」 よよしよし。今に家に着くととびきりのごちそうをこしらえてやるよお前はもっと急げないのかい走っておくれなかなかこの坂道は俺が一人でもそうはかけられない難所だよお前も見かけによらない育児なしだねあたしとしたことがとんだ怪助なしの女房になってしまったああこれから何を頼りに暮らしたらいいんだろう 何をバカなこれぐらいの坂道がああもどかしいねお前はもう疲れたのかえバカなことをこの坂道を突き抜けるとしかもかなわぬように走ってみせるからでもお前の息は苦しそうだよ顔色が青いじゃないか何でも物事の初めのうちはそういうものさ今に勢いの弾みがつけば お前が背中で目を回すぐらい早く走るよけれども山賊は体が節々からバラバラに分かれてしまったように疲れていましたそして我が家の前へたどり着いた時には目もくらみ耳も鳴りしわがれ声の一切れを振り絞る力もありません家の中から七人の女房が迎えに出てきましたが 山賊は石のようにこわばった体をほぐして背中の女を下ろすだけで精一杯でした七人の女房は今までに見かけたこともない女の美しさに打たれましたが女は七人の女房の汚さに驚きました七人の女房の中には昔はかなり綺麗な女もいたのですが 今は見る影もありません女は薄気味悪がって男の性い知りて「この山女は何なのよこれは俺の昔の女房なんだよ!」と男は困って「昔の」という文句を考えついて加えたのはとっさの返事にしてはよくできていましたが女は容赦がありません。 まあ、これがお前の女房かいそれはお前俺はお前のような可愛い女がいようとは知らなかったんだからねあの女を斬り殺しておくれ女は一番顔形の整った一人を刺して叫びましただってお前殺さなくても女中だと思えばいいじゃないか。 お前は私の亭主を殺したくせに自分の女房が殺せないのかいお前はそれでも私を女房にするつもりなのかい男の結ばれた口から埋めきが漏れました男は飛び上がるように人踊りして刺された女を切り倒していましたしかし息つく暇もありませんこの女よ今度はそれ この女よ男はためらいましたがすぐずかずか歩いていって女の首へっくりと段平を切り込みました首がまだコロコロと止まらぬうちに女のふっくら艶のある透き通る声は次の女をさして美しく響いていました「この女よ今度は」指さされた女は両手に顔を隠して キャーという叫び声を張り上げましたその叫びに振りかぶってダンビラは宙をひらめいて走りました残る女たちはにわかにいっときに立ち上がって四方に散りました一人でも逃したら承知しないよ藪の陰にも一人いるよ神手一人逃げていくよ 男は血刀を振り上げて山の林を駆け狂いましたたった一人逃げ遅れて腰を抜かした女がいましたそれは一番醜くてびっこの女でしたが男が逃げた女を一人余さず切り捨てで戻ってきて無造作にダンビラを振り上げますと「いいのよこの女だけはこれは私が女中に使うから」 つバカだね私たしが殺さないでおくれと言うんだよああそうか本当だ男は血刀を投げ捨てて尻餅をつきました疲れがとっとこみ上げて目がくらみ土から生えた尻のように重みが分かってきましたふと 静寂に気がつきました飛び立つような恐ろしさがこみ上げぎょっとして振り向くと女はそこにいくらかやるせない風情で佇たずんでいます男は悪夢から覚めたような気がしましたそして目も魂も自然に女の美しさに吸い寄せられて動かなくなってしまいました けれども男は不安でしたどういう不安だかなぜ不安だか何が不安だか彼には分からぬのです女が美しすぎて彼の魂がそれに吸い寄せられていたので胸の不安の涙をさして気にせずにいられただけですなんだか似ているようだなと彼は思いました 似たことがいつかあったそれはと彼は考えましたああそうだあれだ気がつくと彼はびっくりしました桜の森の満開の下ですあの下を通るときに似ていましたどこが何がが何が どんなふうに似ているのだかわかりませんけれども何か似ていることは確かでした彼にはいつもそれぐらいのことしか分からずそれから先は分からなくても気にならぬたちの男でした山の長い冬が終わり山のてっぺんの方や谷のくぼみに木の陰に 雪はぽつぽつ残っていましたがやがて花の季節が訪れようとして春の兆しが空一面に輝いていました今年桜の花が咲いたらと彼は考えました花の下に差し掛かるときはまだそれほどではありませんそれで思い切って花の下へ歩き込みます だだんだん歩くうちにに気が変になり前も後ろも右も左もどっちを見ても上にかぶさる花ばかり森の真ん中に近づくと恐ろしさにめくらめっぽうたまらなくなるのでした今年は一つあの花盛りの林の真ん中でじっと動かずにいや思い切って地べたに座ってやろうと彼は考えました その時この女も連れていこうか彼はふと考えて女の顔をちらと見ると胸騒ぎがして慌てて目をそらしました自分の腹が女に知れては大変だという気持ちがなぜだか胸に焼け残りました 女は大変なわがまま者でしたどんなに心を込めたごちそうをこしらえてやっても必ず不服を言いました彼は小鳥や鹿をとりに山を走りましたイノシシもクマもとりましたビっこの女は木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました しかし女は満足を示したことはありません毎日こんなものを私に食えというのかいだってとびきりのご馳走なんだぜお前がここへ来るまでは10日に一度ぐらいしかこれだけのものは食わなかったものだお前は山男だからそれでいいんだろうさ私の喉は通らないよこんな寂しい山奥で 夜の夜長に聞くものといえばフクロウの声ばかりせめて食べるものでも都に劣らぬおいしいものが食べられないものかね都の風がどんなものかその都の風をせき止められた私の思いの切なさがどんなものかお前には察知ることもできないんだねお前は私から都の風をもぎ取ってその代わりにお前のくれたものといえば カラスやフクロウの鳴く声ばかりお前はそれを恥ずかしいとも無たらしいとも思わないんだよ女の演じる言葉の通りが男には飲み込めなかったのですなぜなら男は都の風がどんなものだか知りません見当もつかないのですこの生活 この幸福に足りないものがあるという事実について思い当たるものがない彼はただ女の演じる風情の切なさに当惑しそれをどのように処置してよいか目当てについて何の事実も知らないのでもどかしさに苦しみました今までには都からの旅人を何人殺したか知れません 都からの旅人は金持ちで所持品も豪華ですから都は彼の良いかもでせっかく所持品を奪ってみても中身がつまらなかったりすると「チェこの田舎者目」とか「土百姓目」とか罵ったものでつまり彼は都についてはそれだけが知識の全部で豪華な所持品を持つ人たちのいるところであり 彼はそれを巻き上げるという考え以外に余年はありませんでした都の空がどっちの方角だということすらも考えてみる必要がなかったのです女は櫛だの公害だのかんざしだの紅だのを大事にしました彼が泥の手や山の獣の血に濡れた手で かかすに着物に触れただけでも女は彼を叱りましたまるで着物が女の命であるようにそしてそれを守ることが自分の務めであるように身の回りを清潔にさせ家の手入れを命じますその着物は一枚の小袖と細ひもだけでは事足りず何枚かの着物といくつものひもと そしてそのひもは妙な形に結ばれ不必要に垂れ流されていろいろの飾り物を付け足すことによって一つの姿が完成されていくのでした男は目を見張りましたそして男性を漏らしました彼は納得させられたのですかくして一つの美が成り立ち その美に彼が満たされている。それは疑る余地がない子としては意味を持たない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つのものを完成するそのものを分解すれば無意味なる断片に帰するそれを彼は彼らしく一つの絶えなる魔術として納得させられたのでした 男は山の木を切り出して女の命じるものを作ります何者がそして何用に作られるのか彼自身それを作りつつあるうちは知ることができないのでしたそれは故障と肘掛けでした故障はつまり椅子ですお天気の日女はこれを外に出させて 日向にまた木陰に腰掛けて目をつぶります部屋の中では肘掛けにもたれて物思いにふけるようなそしてそれはそれを見る男の目にはすべてが異様ななめかしく悩ましい姿にほかならぬのでした魔術は現実に行われており彼自らがその魔術の助手でありながら その行われる魔術の結果に常に鈍りそして誕生するのでした立子の女は朝ごとに女の長い黒髪をくし削りますそのために用いる水を男は谷川の特に遠い清水から汲み取りそして特別そのように注意を払う自分の老苦を懐かしみました 自分自身が魔術の一つの力になりたいということが男の願いになっていました。そして彼自身、くし削られる黒髪に、我が手を加えてみたいものだと思います。いやよ、そんな手は。と、女は男を払いのけて叱ります。男は子供のように手を引っ込めて、照れながら、 黒髪に艶が立ち、結ばれ、そして顔が現れ、一つの美が描かれ、生まれてくることを、見果てぬ夢に思うのでした。こんなものがなあ。彼は、模様のある櫛や飾りのある公害をいじり回しました。それは、彼が今までは意味も値打ちも認めることのできなかったものでしたが、 今もなおものとものとの調和や関係飾りという意味の批判はありませんけれども魔力がわかります魔力はものの命でしたものの中にも命がありますお前がいじってはいけないよなぜ毎日決まったように手を出すんだろうね不思議なものだな 何が不思議なのさ何がってこともないけどさと男は照れました彼には驚きがありましたがその対象は分からぬのですそして男に都を恐れる心が生まれていましたその恐れは恐怖ではなく 知らないということに対する羞恥と不安で物知りが未知の事柄に抱く不安と羞恥に似ていました女が都という度に彼の心は怯えおののきましたけれども彼は目に見える何者も恐れたことがなかったので恐れの心になじみがなく恥じる心にも慣れていません そして彼は都に対して敵意だけを持ちました何百何千の都からの旅人を襲ったが手に立つものがなかったのだからと彼は満足して考えましたどんな過去を思い出しても裏切られ傷つけられる不安がありませんそれに気づくと彼は常に愉快でまた誇りやかでした 彼は女の美に対して自分の強さを対比しましたそして強さの自覚の上で多少の苦手とみられるものはイノシシだけでしたそのイノシシも実際は刺して恐るべき敵でもないので彼はゆとりがありました都には規模のある人間がいるかい 弓を持った侍がいるよ <laughs> 弓なら俺は谷の向こうのスズメ子でも落とすのだからな身横には刀が折れてしまうような皮の硬い人間はいないだろう鎧を着た侍がいるよ鎧は刀が折れるのか折れるよ俺はクマもイノシシも組み伏せてしまうのだからな お前が本当に強い男なら、私を都へ連れて行っておくれ。お前の力で、私の欲しいもの、都の行きを私の身の回りへ飾っておくれ。そして私しに真から楽しい思いを授けてくれることができるなら、お前は本当に強い男なのさ。わけのないことだ。男は都へ行くことに心を決めました。 彼は都にありとある櫛や紅貝やかんざしや着物や鏡や紅を三日三晩とたたないうちに女の周りへ積み上げてみせるつもりでした何の気がかりもありません一つだけ気にかかることは全く都に関係のない別なことでした それは桜の森でした二日か三日の後に森の満開が訪れようとしていました今年こそ彼は決意していました桜の森の花盛りの真ん中で身動きもせずじっと座っていてみせる彼は毎日ひそかに桜の森へ出かけてつぼみの膨らみを図っていました あと3日彼は出発を急ぐ女に言いました「お前に支度の面倒があるもんかね?」と女は眉を寄せました「じらさないでおくれ都が私を呼んでいるんだよ」それでも約束があるからねお前がかえこの山奥に約束した誰がいるのさそれは 誰もいないけれどもねえけれども約束があるんだよそれはまあ珍しいことがあるもんだね誰もいなくて誰と約束するんだえ男は嘘がつけなくなりました桜の花が咲くんだよ桜の花と約束したのかえ桜の花が咲くからそれを見てから出かけなければならないんだよ どういうわけで桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ。だからなぜ行ってみなければならないのよ。花が咲くからだよ。花が咲くからなぜさ。花の下は冷たい風が張り詰めているからだよ。花の下にかえ花の下は果てがないからだよ。花の下がかえ 男は分からなくなってくしゃくしゃしました私も花の下へ連れて行っておくれそれはダメだ男はきっぱり言いました一人でなくちゃダメなんだ女は苦笑しました男は苦笑というものを初めて見ましたそんな意地の悪い笑いを 彼は今までで知らなかったのでしたのしそしてそれを彼は意地の悪いというふうには判断せずに刀で切っても切れないようにと判断しましたその証拠には苦笑は彼の頭に刃を押したように刻みつけられてしまったからですそれは刀の刃のように思い出すたびにチクチク頭を切りました そして彼がそれを切ることはできないのでした三日目が来ました彼はひそかに出かけました桜の森は満開でした一足踏み込む時彼は女の苦笑を思い出しましたそれは今までに覚えのない鋭さで頭を切りました それだけでもう彼は混乱していました鼻の下の冷たさは果てのない四方からどっと押し寄せてきました彼の体はたちまちその風に吹きさらされて透明になり四方の風はゴーゴーと吹き通りす風だけが張り詰めているのでした彼の声のみが叫びました彼は走りました なんといううでしょう彼は泣き祈りもがきただ逃げ去ろうとしていましたそして鼻の下を抜け出したことが分かった時夢の中から我に返った同じ気持ちを見いだしました夢と違っていることは本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでありました 男と女とびっこの女は都に住み始めました男は夜ごとに女の命じる邸宅へ忍び入りました着物や宝石や装信部も持ち出しましたがそれのみが女の心を満たすものではありませんでした女の何より欲しがるものはその家に住む人の首でした 彼ららののの家にはにはすで何十の邸宅の首が集められていました部屋の四方のついたてに仕切られて首は並べられある首は吊るされ男には首の数が多すぎてどれがどれやら分からなくとも女は一つ一つ覚えておりすでに毛が抜け肉が腐り白骨になってもどこの誰ということを覚えていました。 男やびっこの女が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女は毎日首遊びをしました。首は家来を連れて散歩に出ます。首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。首が恋をします。 女の首が男の首を振りまた男の首が女の首を捨てて女の首を泣かせることもありました姫君の首は大納言の首にだまされました大納言の首は月のない夜姫君の首の恋する人の首の振りをして忍んでいってちぎりを結びますちぎりの後に姫君の首が気がつきます 姫君の首はダイナゴンの首を憎むことができず我が身の定めの悲しさに泣いて尼になるのでしたするとダイナゴンの首は尼寺へ行って尼になった姫君の首を犯します姫君の首は死のうとしますがダイナゴンのささやきに負けて尼寺を逃げて山科の里へ隠れて ダイナゴンの首の囲いものとなって髪の毛を生やします。姫君の首もダイナゴンの首ももはや毛が抜け、肉が腐り、蛆虫がわき、骨がのぞけていました。二人の首は酒盛りをして恋にたわぶれ、歯の骨と歯の骨と噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻もつぶれ、 目の玉もくりぬけていました。ぺちゃぺちゃとくっつき、二人の顔の形が崩れるたびに、女は大喜びで、けたたましく笑いさざめきました。ほーれ、ほっぺたを食べてやりなさい。ああ、おいしい。ひめぎみの喉も食べてやりましょう。はい、目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい。 ペロペロあらおいしいね <laughs> もうたまらないのよねほらうんとたじりついてやれ女はからから笑いますきれいな澄んだ笑い声です薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした坊主の首もありました坊主の首は女に憎がられていました いつも悪い役を振られ、憎まれて、なぶり殺しにされたり、役人に処刑されたりしました。坊主の首は、首になって後に帰って毛が生え、やがてその毛も抜けて腐り果て、白骨になりました。白骨になると、女は別の坊主の首を持ってくるように命じました。新しい坊主の首は、 まだ裏若いみずみずしい稚ゴの美しさが残っていました。女は喜んで机に乗せ酒を含ませ、頬ずりして舐めたりくすぐったりしましたが、じきあきました。もっと太った、憎たらしい首を。女は命じました。男は面倒になって、五つほどぶら下げてきました。 よぼよぼの老僧の首も、眉の太いほっぺたの厚い、カエルがしがみついているような鼻の形の顔もありました。耳の尖った馬のような坊主の首も、広く神妙な首の坊主もあります。けれども、女の気に入ったのは一つでした。それは五十ぐらいの大坊主の首で、部男で目尻が垂れ、 頬がたるみ、唇が厚くて、その重さで口が開いているようなだらしのない首でした。女は垂れた目尻の両端を両手の指の先で押さえてくりくりとつり上げて回したり、獅子花の穴へ2本の棒を差し込んだり、逆さに立てて転がしたり、抱きしめて自分のお乳を厚い唇の間へ押し込んでしゃぶらせたりして、大笑いしました。 けれどもじきに飽きました美しい娘の首がありました清らかな静かな高貴な首でした子供っぽくてそのくせ死んだ顔ですから妙に大人びた憂いがあり閉じられたまぶたの奥に楽しい思いも悲しい思いも混ぜた思いも一度にごっちゃに隠されているようでした 女はその首を自分の娘か妹のように可愛がりました黒い髪の毛をすいてあり顔にお化粧してやりましたああでもないこうでもないと念を入れて花の香りのむら立つような優しい顔が浮き上がりました娘の首のために一人の若い貴公子の首が必要でした 貴公子の首も念入りにお化粧され、二人の若者の首は、燃え狂うような恋の遊びにふけります。拗ねたり、怒ったり、憎んだり、嘘をついたり、騙したり、悲しい顔をしてみせたり。けれども、二人の情熱が一度に燃え上がるときは、一人の火がめいめい他の一人を焼き焦がして、どっちも焼かれて、舞い上がる火炎になって燃えまじりました。 けれども、まもなく、悪侍だの、色好みの大人だの、悪僧だの、汚い首が邪魔に出て、貴公子の首は蹴られて撃たれた挙句に殺されて、右から左から、前から後ろから、汚い首がごちゃごちゃ娘に挑みかかって、娘の首には汚い首の腐った肉がへばりつき、牙のような歯に食いつかれ、鼻の先が欠けたり、毛がむしられたりします。 すると女は娘の首を針でつついで穴を開け小刀で切ったりえぐったり誰の首よりも汚らしい目も当てられない首にして投げ出すのでした男は都を嫌いました都の珍しさも慣れてしまうとなじめない気持ちばかりが残りました彼も 都では人並みに水管を着てもすねを出して歩いていました白昼は刀を刺すこともできません市へ買い物に行かなければなりませんし白首のいる居酒屋で酒を飲んでも金を払わねばなりません市の商人は彼をなぶりました野菜を積んで売りに来る田舎女も子供までなぶりました 白首くも彼を笑いました都では貴族は牛舎で道の真ん中を通ります水管を着た裸足の家来は大概ふるまい酒に顔を赤くして威張り散らして歩いていきました彼は間抜けだのバカだののろまだのと市でも路上でもお寺の庭でも怒なられましたそれで もうそれぐらいのことには腹が立たなくなっていました男は何よりも退屈に苦しみました人間どもというものは退屈なものだと彼はつくづく思いました彼はつまり人間がうるさいのでした大きな犬が歩いていると小さな犬が吠えます 男は吠えられる犬のようなものでした彼は悲願んだり妬んだり拗ねたり考えたりすることが嫌いでした山の獣や木や川や鳥はうるさくはなかったがなと彼は思いました都は退屈なところだなと彼はびっこの女に言いました お前は山へ帰りたいと思わないか私は都は退屈ではないからねとみっこの女は答えましたみっこの女は一日中料理をこしらえ洗濯し近所の人たちとおしゃべりしていました「都ではおしゃべりができるから退屈しないよ私は山は退屈で嫌いさ」 お前はおしゃべりが退屈でないのか当たり前さ。誰だってしゃべっていれば退屈しないものだよ。俺はしゃべればしゃべるほど退屈するのにな。お前はしゃべらないから退屈なのさ。そんなことがあるもんか。しゃべると退屈するからしゃべらないんだ。でも、しゃべってごらんよ。きっと退屈を忘れるから。 何を、何でもしゃべりたいことをさしゃべりたいことなんかあるもんか男は威いましがってあくびをしました都にも山がありましたしかし山の上には寺があったりいおりがあったりそして そこにはかえって多くの人の往来がありました山から都が一目に見えますなんというたくさんの家だろうそしてなんという汚い眺めだろうと思いました彼は毎晩人を殺していることを昼はほとんど忘れていましたなぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした 何も興味はありません刀で叩くと首がポロリと落ちているだけでした首は柔らかいものでした骨の手応えは全く感じることがないもので大根を切るのと同じようなものでしたその首の重さの方が彼にはよほど意外でした彼には女の気持ちがわかるような気がしました 金付き堂では一人の坊主がやけになって金をついています。なんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやりだすか分かりません。こういうやつらと顔を見合って暮らすとしたら、俺でもやつらをクビにして一緒に暮らすことを選ぶだろうさと思うのでした。けれども彼は 女の欲望にキリがないので、そのことにも退屈していたのでした。女の欲望はいわば常にキリもなく空を直線に飛び続けている鳥のようなものでした。休む暇なく、常に直線に飛び続けているのです。その鳥は疲れません。常に爽快に風を切り、スイスイと小気味よく。 無限に飛び続けているのでした。けれども彼はただの鳥でした。枝から枝を飛び回り、たまに谷を渡るぐらいがせいぜいで、枝に止まってうたた寝しているフクロウにも似ていました。彼は敏将でした。全身がよく動き、よく歩き、動作は生き生きしていました。彼の心は、 しかし、尻の重たい鳥なのでした。彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を一羽の鳥が直線に飛んでいきます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、 無限の明暗が繰り返し続きます。その果てに何もなく、いつまでたっても、ただ無限の明暗があるだけ。男は無限を事実において納得することができません。その先の日、その先の日、そのまた先の日、明暗の無限の繰り返しを考えます。 彼の頭は割れそうになりました。それは考えの疲れでなしに考えの苦しさのためでした家へ帰ると女はいつものように首遊びにふけていました彼の姿を見ると女は待ち構えていたのでした今夜は白拍子の首を持ってきておくれ。 とびきり美しい白拍子の首だよ舞を回わせるのだから私が今世を歌って聴かせてあげるよ男はさっき山の上から見つめていた無限の明暗を思い出そうとしましたこの部屋があのいつまでも果てのない無限の明暗の繰り返しの空のはずですがそれはもう思い出すことができません そして女は鳥ではなしにやっぱり美しいいつもの女でありましたけれども彼は答えました俺は嫌だよ女はびっくりしましたそのあげくに笑い出しましたおやおやお前も臆病風に吹かれたのお前もただの弱虫ね そんな、弱虫じゃないんだ。じゃあ何さキリがないから嫌になったのさ。あら、おかしいね。何でもキリがないものよ。毎日毎日ご飯を食べて、キリがないじゃないか。毎日毎日眠って、キリがないじゃないか。それと違うんだ。どんな風に違うのよ。 男は返事に詰まりましたけれども違うと思いましたそれで言いくるめられる苦しさを逃れて外へ出ました「白拍子の首を持っておいで」女の声が後ろから呼びかけましたが彼は答えませんでした彼はなぜどんなふうに違うのだろうと考えましたが わかりませんだんだん夜になりました。彼はまた山の上へ登りました。もう空も見えなくなっていました。彼は気がつくと空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首を締めつけられるように苦しんでいました。 それは女を殺すことでした空の無限の明暗を走り続けることは女を殺すことによって止めることができますそして空は落ちてきます彼はほっとすることができますしかし彼の心臓には穴が開いているのでした彼の胸から鳥の姿が飛び去り 書き消えているのでしたあの女が俺なんだろうかそして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうかと彼は疑りました女を殺すと俺を殺してしまうのだろうか俺は何を考えているんだろうなぜ空を落とさねばならないのだか それも分からなくなくっていましたあらゆる想念が捉え難いものでありましたそして想念の引いた後に残るものは苦痛のみでした夜が明けました彼は女のいる家へ戻る勇気が失われていましたそして数日三中をさまよいました ある朝目が覚めると彼は桜の花の下に寝ていましたその桜の木は一本でした桜の木は満開でした彼は驚いて飛び起きましたがそれは逃げ出すためではありませんなぜならたった一本の桜の木でしたから彼は鈴鹿の山の桜の森のことを 突然思い出していたのでしたあの山の桜の森も花盛りに違いありません彼は懐かしさに我を忘れ深い物思いに沈みました山へ帰ろう山へ帰るんだなぜこの単純なことを忘れていたんだろうそしてなぜ空を落とすことなどを考えふけっていたんだろう 彼は悪夢の冷めたた思いがしましま救われた思いがしました今までその近くまで失っていた山の早春の匂いが身に迫って強く冷たくわかるのでした男は家へ帰りました女はうしげに彼を迎えました どこへ行っていたのさ。無理なことを言ってお前を苦しめてすまなかったわねでもお前がいなくなってからの私の寂しさを察しておくれな女がこんなに優しいことは今までにないことでした男の胸は痛みましたもう少しで彼の決意は解けて消えてしまいそうです けれども彼は思い消しました俺は山へ帰ることにしたよ私を残してかいそんなむごたらしいことがどうしてお前の心に住むようになったんだろう女の目は怒りに燃えましたその顔は裏切られた悔しさでいっぱいでした お前はいつからそんな薄情者になったのよだからさ俺は都が嫌いなんだ私というものがいてもかい俺は都に住んでいたくないだけなんだでも私がいるじゃないかお前は私が嫌いになったのかい私はお前のいないですはお前のことばかり考えていたんだよ女の目に 涙のしずくが宿りました女の目に涙の宿ったのは初めてのことでした女の顔にはもはや怒りは消えていましたつれなさを恨む切なさのみがあふれていましただってお前は都でなきゃ住むことができないんだろ俺は山でなきゃ住んでいられないんだ 私はお前と一緒でなきゃ生きていられないんだよ。私の思いがお前にはわからないのかね。でも、俺は山でなきゃ住んでいられないんだぜ。だから、お前が山へ帰るなら、私も一緒に山へ帰るよ。私はたとえ一日でもお前と離れて生きていられないんだもの。女の目は涙に濡れていました。 男の胸に顔を押し当てて熱い涙を流しました涙の熱さは男の胸に染みました確かに女は男なしでは生きられなくなっていました新しい首は女の命でしたそしてその首を女のためにもたらすものは彼のほかにはなかったからです 彼は女,の一部でした女はそれを話すわけにいきません男のノスタルジーが満たされた時再び都へ連れ戻す確信が女にはあるのでしたでもお前は山で暮らせるかいお前と一緒ならどこででも暮らすことができるよ山にはお前の欲しがるような首がないんだぜ お前と首とどっちか一つを選ばなければならないなら私は首を諦めるよ夢ではないかと男は疑りましたあまり嬉しすぎて信じられないからでした夢にすらこんな願ってもないことは考えることができなかったのでした彼の胸は新たな希望でいっぱいでした その訪れは唐突で乱暴で今のさっきまでの苦しい思いがもはや捉え難い彼方へ隔てられていました彼はこんなに優しくはなかった昨日までの女のことも忘れました今と明日があるだけでした二人は直ちに出発しました日子の女は残すことにしました そして出発の時女はびっこの女に向かって「じき帰ってくるから待っておいで」とひそかに言い残しました目の前に昔の山々の姿が現れました。 呼べば答えるようでした弓道を取ることにしましたその道はもう踏む人がなく道の姿は消えうせてただの林ただの山坂になっていましたその道を行くと桜の森の下を通ることになるのでした背負っておくれこんな道のない山坂は私は歩くことができないよ ああいいとも男は軽々と女を背負いました男は初めて女を得た日のことを思い出しましたその日も彼は女を背負って峠のあちら側の山道を登ったのでしたその日も幸せでいっぱいでしたが今日の幸せはさらに豊かなものでした 初めてお前に会った日も「おんぶしてもらったわね」と女も思い出して言いました俺もそれを思い出していたんだぜ男は嬉しそうに笑いましたほら見えるだろう。あれがみんな俺の山だ谷も木も鳥も雲まで俺の山さ山はいいなあ 走ってみたくななるじゃない宮古ではそんなことはなかったからな初めての日はおんぶしてお前を走らせたものだったわねほんとだずいぶん疲れて目が回ったものさ男は桜の森の花盛りを忘れてはいませんでしたしかしこの幸福な日にあの森の花盛りの下が 何ほどのものもでしょうか彼は恐れていませんでしたそして桜の森が彼の眼前に現れてきましたまさしく一面の満開でした風に吹かれた花びらがパラパラと落ちています土肌の上は一面に花びらが敷かれていました ここのの花びららはどこから落ちてきたのだろうなぜなら花びらの一ひ,ひらが落ちたとも思われぬ満開の花の草が見はるかす頭上に広がっているからでした男は満開の花の下へ歩き込みました辺りはひっそりとだんだん冷たくなるようでした彼はふと。 女の手が冷たくなっているのに気がつきましたにわかに不安になりましたとっさに彼はわかりました女が鬼であることを突然ドッという冷たい風が鼻の下の四方の果てから吹き寄せていました男の背中にしがみついているのは全身が紫色の 顔の大きな老婆でしたその口は耳まで裂け、縮れた髪の毛は緑でした。男は走りました。振り落とそうとしました。鬼の手に力がこもり、彼の喉に食い込みました。彼の目は見えなくなろうとしました。彼は夢中でした。全身の力を込めて鬼の手を緩めました。 その手の手隙間から首を抜くと背中を滑ってどさりと鬼は落ちました今度は彼が鬼に組みつく番でした鬼の首を絞めましたそして彼がふと気づいた時彼は全身の力を込めて女の首を絞めつけそして女はすでに息絶えていました 彼の目は,霞んでいました彼はより大きく目を見開くことを試みましたがそれによって視覚が戻ってきたように感じることができませんでしたなぜなら彼の絞め殺したのはさっきと変わらずやっぱり女で同じ女の死体がそこにあるばかりだからでありました彼の呼吸は止まりました 彼の力も彼の思念もすべてが同時に止まりました女の死体の上にはすでにいくつかの桜の花びらが落ちてきました彼は女を揺さぶりました呼びました泣きました徒労でした彼はわっと泣き伏しました多分彼がこの山に住み着いてからこの日まで 泣いたことはなかったでしょうそして彼が自然に我に帰った時彼の背には白い花びらが積もっていましたそこは桜の森のちょうど真ん中の辺りでした四方の果ては花に隠れて奥が見えませんでした日頃のような恐れや不安は消えていました 花の果てから吹き寄せる冷たい風もありませんただひっそりとそしてひそひそと花びらが散り続けているばかりでした彼は初めて桜の森の満開の下に座っていましたいつまでもそこに座っていることができます彼はもう帰るところがないのですから 桜の森の満開の下の秘密は誰にも今もわかりませんあるいは孤独というものであったかもしれませんなぜなら男はもはや孤独を恐れる必要がなかったのです彼自らが孤独自体でありました彼は初めて四方を見回しました 頭上に花がありましたその下にひっそりと無限の虚空が満ちていましたひそひそと花が降りますそれだけのことです他には何の秘密もないのでしたほど経て彼はただ一つの生温かな何者かを感じましたそしてそれが 彼自身の胸の悲しみであることに気がつきました花と虚空の冴えた冷たさに包まれてこの温かい膨らみが少しずつ分かりかけてくるのでした彼は女の顔の上の花びらを取ってやろうとしました彼の手が女の顔に届こうとしたときに何か変わったことが起こったように思われました すると彼の手の下には降り積もった花びらばかりで女の姿はかき消えてただいくつかの花びらになっていましたそしてその花びらをかき分けようとした彼の手も彼の体も伸ばした時にはもはや消えていましたあとに花びらと冷たい虚空が 長々と失礼いたしました。